よう皆さん、こんにちは。シンクと申します。はい。ってことで、最近ね、ちょっと肌荒れが気になってるお年頃のシンクさんなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか？本当に最近ね、肌荒れやばいのよね。もうね、編集しながらお菓子食べるのをやめようと思ってね、最近夜のお菓子をちょっと控えめにしております。皆さんどういう風にね、編集中のね、お口寂しい感じで紛らわしてますか？よかったら、混乱してますよみたいなのあったら、ぜひぜひコメントお待ちしております。そう、コーヒーも良くないのかなと思ってさ、お菓子もそうなんだけど、コーヒーも良くないのかなってちょっとね、本当に最近悩んでるんですよね。肌荒れがやばい。もうカサカサなのよね。まあ、純粋に年ってのもあるけどね。さて、はい、今回はですね、ちょっと前々からね、言ってた、こちらですね。重てえな、マジで。よいしょ！サラダ油なんですけど、結構多いんですよ、これ。今、多分ガサガサガサって音聞こえたと思うんですけど、本当にマジで量多くて、これはね、マジで申し訳ないんですけど、3から4ぐらいに分かれることをご了承を願いたいです。どれぐらい多いか見ます？ちょっと見た感じ、上から見た感じ見ます？はい、ということで上からになります。これね、ここからちょっと分かりにくいかな。よいしょ。はい、これね、この中もこの下も全部ゲームになっております。なので、かなりの量があるので、何本ずつとかかな。何本入ってるかすら私ちょっと分かってないので、キリのいい数字で紹介していきたいなと思います。20本ずつぐらいでいかがでしょう。ね。ってことで、20本ずつぐらい入れます。で、最後の方ね、本数分かってきたら、もしかしたら30本とか。15本とかなってるかもしれないんですけども、ご了承よろしくお願いいたします。では、いつもの、画角にはなってるんですけども、セッティングして動画の方行きたいと思います。では、レッツゴー！はい、ってことで、いつもの画角になってまいりました。では、1本ずつね、いっていきましょう。これね、今思った DVD も入ってますね。DVD は、最後にします。なので、DVD をのけると少し減るかもしれない。もしかしたら CD とかも入ってるかもしれないんで、CD とかもその辺もまとめてね、後から後半戦に回しましょうかね。はい、ということで、じゃあ、さっきね、1個違うのがあったんで、先にこちらから行きましょう。はじめにこちら。めちゃめちゃ画角が下になりすぎてる。1個あげます。はい、失礼しました。はい、こちら、メガドライブから。メガドライブ、提督？合ってる？提督の決断です。中身入ってるわ。入ってるけど、こっちはなかったですね。説明書はなしと。これ結構綺麗よ。結構綺麗よな。カセット自体は。ね。ということで、提督の決断でございました。よいしょ。これも戦術ゲーなのかなね、いろいろ殲滅していくような感じのゲームかな。超ド級シミュレーションウォーゲームということで。じゃあ、上っ面からどんどんいきたいと思います。まず、はじめにいっぱいあったんで、こちらから、飛び出せ動物の森。中身は入ってる気がしない。入ってるけど誰？入ってるけど誰？君は誰ですか？逆だった。ちゃんとこっちでやってたわ。はい。君は誰ですか？モンスターハンターポータブル。3G ですかね？合ってる？ポータブル？合ってる？違う。モンスターハンタートライや。トライ 3G。サード G。どっちだろうね。モンハンのカードケースはそこにはないですね。4G はあったな。4G は一番上にあるけど、これは違う子なのか。よし、行方不明な子、ちょっと置いときましょうかね。ということで、飛び出せ動物の森の中身がないです。じゃあ、他の2つはあるのかな？ちなみにあと2つあるんでね。はい、あった。これはありますね。これはあった。これが本物ですね。はい。多分ね、弟2人のと、うちの母親ので3本ある状態になってます。私はね、これ自体をやってないので、全くもってね、初めましてさんですね。ちょっとだけ触らせてもらったぐらいかな。ね、全然知らないんですよ。ゆめみさんとかね、この頃からですね。はい、ということで、一番初めに飛び出せ動物の森と、なぜか出てきたモンスターハンタートライの 3G でございました。この子は一体どこに行ったのかな？はい、続いて、こちら。モンスターハンター4。あ、4だ。4だ。4G じゃな、4だ。中身はありますか？まあ、そうだよね。ないよね。知ってた。もう DS のね、ケースの中身私あるって思ってないから大丈夫。安心して。やさぐれだよ、完全に。はい、続いて、こちら。モンスターハンタートライ 3G。あったよ。これだ。これだ。中身は？ちなみに中身はワクワク。さあ、どうですか？入ってる。うん、はい、完品で入ってる。マジか。入ってんじゃん。君のご主人はどこへ行ったんだい？入ってましたね。謎。君のご主人は一体どこへ？ではでは、続いて、こちら。はい、ピクミンですね。もうね、最近ピクミン3を全部終わらした私にはね、これはね、よく知ってるゲームでございます。ピクミン。ちなみにこれは私のソフトでございます。説明書どこへ行ったやら。うーわ、すーごい傷だらけ。これ読めるんかな？読める気しんけど。読めたらいいな。読めたらやりたいですね。読めるのかな？ね、ちょっといつかこれも掃除して読み込めるようにね、しときたいですね。読める気配が、ね、未来が見出せない。続いて、こちら。はい。モンスターハンター、ポータブル2、セカンド G でしたっけの、ザ・ベスト版でございますね。中身は入ってません。はい。どこ行ったかな？中身ないな。中身どこ行ったんかな？多分どっかにあるんだろうけどな。どこにあるかわかんないな。続いて、こちら。メタルギアソリッドの、なんて読むのこれ。メタルギアソリッド。違うな、わからん。オププラス、わからん。中身はないよ。説明書とかはあるのにな。ないよ。本当にカセットどこ行ったんだろうな。ではでは、続いて、こちら。メタルギアソリッド2。あれ？ああ、いいのか。これなんか、この間もなかったっけと思ったんだけど。この辺でパッて見た感じはわかんないと。中身は、ありますね。結構綺麗な状態。あ、でも説明書はないのか、これ。なるほどね。裏面綺麗ですね。1個目、2個。落っこちた。うん、2個とも綺麗ですね。お、よきかな、よきかな。ということで、メタルギアソリッド2でございました。続いて、はい、こちら。メタルギアソリッド3。メタルギア誰だやってたやつ、本当に。我が家でメタルギアファン誰だ？1はないのか、そして。1ないのかな。はい、ということで、中身は。あ、これ入ってるよ、説明書。入ってるけど、ディスクは1枚なんですね。メタルギアソリッド3は。裏面は、噂のちょっとホワンホワンしてるやつだ。ね。噂のこのちょっとホワンホワンしてるやつ。これ治るのかな？読み込むのかな？多分読み込むレベルではあろうが、わかりませんが。最近ね、油でよく掃除するね、型のところでね、これがこの白いホワンホワンしたやつが、なんだっけ、なんかで治るんじゃないかなみたいなことをね、されてたんでね、今度で多分動画にされると思うんで、私はそれを楽しみに待ってます。はい。その方のところはね、概要欄に貼っておくんで、よかったら見に行ってみてください。油でね、掃除するからね。今回あげてるのは私ね、サラダ油なんですよ。されてますけど、続いては、テイルズ・オブ、ベスペリア。ベスペリア。テイルズ・オブ・ベスペリアのザ・ベスト版でございます。中身は、あ、入ってるじゃん。説明書も入ってて、裏面は、あ、裏面めっちゃ綺麗。ほら、見えるよ。やっほー。めっちゃ見える。すげえな、めっちゃ見えるの初めて見た。何も読み込み入ってないんじゃないかなっていうくらい。すげえ綺麗。びっくりした。あ、ゲームだよね、これね。ゲームだよね。びっくりした。ブルーレイディスクって書いてある。ブルーレイなんだ。だから違うのか。ブルーレイって書いてる。なるほどね。そういう違いか。へえ。続いて、こちら。コールオブビューティー、ブラックオプス。これなんかあれだけじゃなかったっけ？ピース4版にもなかったっけ？違ったっけ？はい、中身入ってますね。説明書もあって、裏面はいかがですか？ほら、綺麗。やっぱりこれあれなんだね。プレイステーション3のやつ、ディスクが鏡みたいなんだね。すごい。顔写りバッチリ。ね、これ顔出し NG とかにしてる人、すごい困るやつなんだろうな。続いて、こちら。はい。テイルズ・オブ・エクシリア。テイルズ・オブ・エクシリア。よいしょ。中身はあ、これ綺麗じゃん。残ってますね、綺麗に。よいしょ。裏面も綺麗ですね。OK でございます。でさ、これさ、裏面のパッケージめっちゃ可愛いんだけど。これ、多分歴代のやつ書いてるやつ。ちょっと見たい。ほら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 。めっちゃ可愛い。かわいいなぁ。ディスティニーはなんかあったね。2はないかも。あと、これ知ってるな。あった気がする。そんなもんかなぁ。テイルズは、アビスのやつだけ、テレビアニメで見ました。それしか私実は知らないんですよ。テイルズシリーズ。やったことないんですよね。いつかテイルズシリーズもね、やってみたいですね。と同時に、そうなるとかね、揃えたくなるんでしょうね。テイルズシリーズな弟持ってない。ちょっとしか持ってないんだろうな。はい。ってことで、一応ね、ワッツさんにあったゲームは全て出したんですけども、まあ、もうちょっとだけ回せるかなと思ったんで、DVD がたくさん出てきたんでね、それをさらっとだけ紹介しようかなと思います。でははじめに、なぜか知らんけど、多分これは私が昔買った付録。あれですね。開いてないってやつね。見てもない。ハルハルエンジのヘアビューティーでございます。新品ですね。続いて、はい。こちら。ロード・オブ・ザ・リング。ロード・オブ・ザ・リングの王の帰国だったかな。一応残ってるんですね。中身も綺麗にございます。まあ、この辺はね、ざっと紹介だけで終わらそうかな。はい、内容。よいしょ。続いて、こちら。デイアフタートゥモロー。デイアフタートゥモロー全然覚えてないや。どんなんだっけ？地球破壊、シナリオ、南極で。へえ。なんかまた見たいな。今度見よう。ちょっと興味が湧いた。はい、続いて、こちら。6デイ。デラックス版。シュワちゃんや、シュワちゃん。かっこよ。シュワちゃんかっこいいですよね。これも知らんなぁ。どんなんだろう。SF アトラクション。へぇ。あなたは2人いる。紙ありますね。こっちがないね。残念。続いて、こちら。ハルクってことで。ハルクはね、ちょっとしか見てない。全然覚えてない。だから中身。これ見ようっと。ね、なんだっけ、アベンジャーズとかでハルク出てなかったっけ？違ったっけ？あれでちょっとね、興味を持ったんですけどね、まだ見てなかったですね。はい、続いて、こちら。ターミネーター3かなこれは。あ、3ですね。よいしょ、ターミネーター3。かっこいいなぁ。こんなんあったんだなぁ。この紙、めちゃめちゃ綺麗じゃね？絶対見てないでしょ、これ。見たのかな？見て、一回見て直してた系かな。そんな気がする。めちゃめちゃかっこいいんだけど。いいね、カサッと蹴れるレベル。で、こちら。ゴジラファイナルボース。ゴジラだ。これも初めまして。へー、ゴジラだ。キングギドラだったっけ？これ忘れたけど。あ、そんなんですよね。みんないっぱい書いてる。続いて、こちら。封開けてないけど、パイレーツ・オブ・カリビアン。命の泉かな？はい。パイレーツ・オブ・カリビアン。開いてないけど。開いてないんだが。新品なんだが。買って満足したのかな？もらったのかな？何なんだろうこれわかんない。ブルーレイ 3D 本編ってことな。ははい、続いて、こちら。私大好きですね。映画。何回も見てる。バイオハザード2、アポカリプスということで。裏面はね、こんな感じでジルになってますね。あれ好きですよ。もうこのオリジナルなんですけどね、めちゃめちゃ好きなんですね。あとさ、女優さんめっちゃかっこよくないですか大好きですね、私ね。続いて、こちら。ロード・オブ・ザ・リング。二つの、あれ二つのと、あ、二つのとか、また違うのか。なるほどね。これもお風呂に入っているけど、あ、上から出せるのか。なるほど、なるほど。続いて、こちら。ハリー・ポッター。ハリー・ポッターのシリーズもね、ずっと見てましたね。でも、DVD はそんなに持って見てなかったかな。ハリー・ポッター。賢者の石。と、はい、秘密の部屋。こちらで最後になります。ハリーポッターね。続き欲しいですね。揃えたくなるね。ハリーポッター小説もあったんですけど、どっか行っちゃいましたね。どこ行ったんだろう。はい。ってことで、いかがだったでしょうか。まずは1本目取らせていただきました。まだまだね、これね、この下のケースが結構山積み入ってるので、また次回に回したいと思います。こちらの動画良かったなと思いましたら、チャンネル登録、並び高評価、またよろしくお願いいたします。またね、他の動画もどんどんゲーム実況とかも上げてるんで、よかったら見に行ってきてください。ではでは、バイバイ。またね。